じゃあミーティングやるんで、さあ見えるところに座って終わりにしようね。こんにちは。ホンダロック戦のミーティングします。まずスタート。坂田、陸、はい、ヨネ、はい、ジョー、はい、マサール、はい、エイジ、テセン、はい、ヤマ、はい、カイナ、はい、ショータ、はい、ダイゴ、はい、途中からイバちゃん、はい、僕、はい、小田島、はい、ワタル、バイロン、はい、シュー、はい、コジ、はい、でいきます。キャプテンは、ショータでいきます。はい、で、すごく大事なことを話すんだけど、ホンダロックのことも話したし、どういうふうにやってほしいっていうのも話したけれども、今節は言っても相手とかじゃなくて自分たちのフットボールを体現しなくちゃいけないね。お客さんが2000人ぐらい入ってくれるって聞いてるし、そういう中で、サッカーできるっていうのはやっぱサッカー選手として嬉しいよ。このコロナ禍でもあるし、オリンピックも始まったけれども、やっぱ我々のチームで何かやっぱみんなに、みんなっていうか皆さんに何かここに訴えられるっていうか、サッカーを通して見せれることってあるよ。それが勝利だったら一番いいよな、みんなハッピーだけど、勝利だけじゃなくて、勝利をするのは結果でしかないから、その前提のところでどういうプレーを見せなくちゃいけないか、どういうフットボールを見せなくちゃいけないかっていうのが、ここ 2,3 試合ちょっと欠けていた。何をどういうふうにどんな姿を見せて勝つっていうことをもう一回みんなで合わせると。だから俺は今節戦えるメンバーをここに連れてきてるから。だから今まで戦えるメンバーじゃなかったってわけじゃなくて、だから外れたメンバーがいい悪いとかじゃなくて、外れたメンバーに対しても俺はメッセージ性を与えたいんだよな。外れたメンバーのためにも勝たなくちゃいけない。90分って考えなくていいぞ。スタートリーグ選手45分でもいい、大丈夫。サブにはいい選手いっぱいいるから、みんなで今日戦えるメンバーだから、最初から 100% でいけ。絶対自分たちに我々のフットボールを体現すると。 OK、 じゃあウォーミングアップからいい準備して頑張ってください。試合の入りはいつも通りシンプルに背後背後ついてセカンドボールコンパクトにして、セカンドボール拾ってもう一回攻撃、二次攻撃、三次攻撃につなげる。
後ろは最低限必ずリスクマネジメントしっかりしてる。OK ね。じゃあみんなその今燃えてる気持ちをしっかりピッチに出して絶対勝つよ。 OK。 よし、相手どこか関係ないんで自分たちのサッカーして全員で勝ちに行きましょう。サイド仕掛けてさ、詰まって下げるワンタッチでさ、あれ引っかかっちゃったけどさ、あれファンに、ファンに入らなくて俺いいんだから。あ、どっちもいい。縦にさ、アメリカ勝ってるじゃん。ピクに、そう、ピクに落として誰で投げられるかも、なんか作るわ。そういう準備して、回らなくてもいいかもしれない、もしかしたら。いや、きつい時だけやっぱ。うん。2枚、後ろ落としてくる。でも右足でそのまま上げたいか、不利だったら左で打つんですよね。だから前半いいよね。ナイス45分、後半そのまま続けてみんなの気持ち出てるグラウンドに。ナイスナイス。問題はその45分後プラスアルファ続けるかどうかだね。もっともっともっとできる。 OK。 後半の入りからしっかりシンプルに10分しっかり戦ってセカンドボール自分たちで前向きに自分たちでボールにする。 OK。 よし、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 出し切れよ。足止めたらやられるぞ。よし、絶対止めんな。よし、セカンドボールの上にもっといけよ。よし、よし、よし。 OK。 じゃあ残り45分、交代選手もいるんで全員で走り切りましょう。よし、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 よし。Thank you.
本日この大喜